10月11日、林田町の総倉神社で例大祭が行われ、昨年11月に現代の名工として厚生労働大臣表彰を受けた山下文夫さんが制作した銅板の工芸作品が寄贈されました。午後2時、宮総代や自治会長などが参列する中、塩瀬宮司によって神事が執り行われました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国の神社で祭りが簡素化され、神事のみが執り行われています。神事に続いて、銅板の工芸作品の寄贈式が行われました。作品を寄贈したのは、地元林田町東館の山下文夫さんです。山下さんは工業用ダクトの会社を経営しており、昨年2019年11月に板金の優れた技能と卓越した工業美術品の制作が認められ、現代の名工として厚生労働大臣表彰を受けました。制作した山下さんによって玉串が捧げられ、作品がお披露目されました。寄贈された作品は縦80センチ、横1メートル、厚さ 0.5 ミリの銅板に俵屋宗達が描いた風神雷神屏風を模したもので、昨年の11月からおよそ6ヶ月をかけて制作したものです。名工に選ばれたこと、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。総督の感想はいかがですか？そうですね、こんな立派な、賞をいただけるとはね、私も思ってなかった、生涯通じて思ってなかったんです、事実を言うと。はい、これはまた組合じゃなくて県の方から推薦されまして、私の場合は、見てずっと当時からいろんな技術のことに関しては県と一緒になって、職業能力開発協会と一緒になってね、ずっとやってきたんです。それでこういう名工という賞をいただけるようになったんだと思いますね。去年その現代の名工をいただいたのと、たまたまこの屋根を私と親父とお父さんと一緒になって、私が17歳の時吹いたんですよ。それで今日で60年目に当たりますんでね。それでね、こんなに時にこういうというのが何の因果か分かりませんが、と先ほど言ったように山下家にはとってはもう素晴らしい本といてね、遺産だと思います。これは総倉神社にとって本当に宝物だというふうに思いますし、我々宇治港にとりましても宝物だと、これから大事にしていきたいというふうに思います。これを大事にすることが地域の安全を守り、また宇治港のみんなの健やかな生活を守っていくのではないかというふうに思います。本当にありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。山下さんは近年、県内の小学校を回り、児童らに銅板作品作りの指導などを精力的に行っており、板金の面白さと可能性、ものづくりの楽しさを若い世代に伝えていきたいと話していました。